ウラジオストク航空は極東の沿海都市、ウラジオストクに拠点を置いたロシアの航空会社であった。2012年からアエロフロートロシア航空の子会社となっている。2013年9月、同じアエロフロート参加、サハリン航空と統合司会者名をオーロラに変更されることが発表され、同年11月に実施された。1932年に、 国営アエロフロートソビエト航空のウラジオストク使者として設立。ソ連崩壊後の1994年、これまでアエロフロート参加だった当社は、国営企業から民営化されたのを機に、東アジアへの国際線運航を開始。ロシア国内は、もとより諸外国でもヘリコプター機材のリースや、地上サービス、ホテル、航空貨物、航空燃料販売の充実にも力を注いでいる。 スポレフツ -204 から300定期便のほか、チャーター便の運航も積極的で、日本でも成田国際空港、東京国際空港、関西国際空港、広島空港、岡山空港、旧北九州空港、福岡空港、大分空港、熊本空港、宮崎空港、佐賀空港、鹿児島空港、長崎空港、松山空港、徳島空港、 高松空港、高知空港、仙台空港、鳥取空港、出雲空港、南紀白浜空港、岩見空港、福井空港、新千歳空港、釧路空港など、多数の空港に飛来している。1998年には、初の日本路線である新潟ウラジオストク線が、就航したが、これは1991年から運航していた、アエロフロートからの遺憾路線である。 2005年には新機材、スポレフツマイナス -204 から300型機を導入。2005年9月からは、新潟ウラジオストク線にも、スポレフツマイナス -204 の300型機が使用されるようになった。これらの機種には、ロシア貯蓄銀行のロゴが入っている。2007年春に、自社初の西側製航空機となるエアバス A320 から200型機、そして2009年春には、 ロシアの航空会社では2社目となるエアバス A330 から300型機をアイルランドのエアリンガスから導入した。また、当社では機体に施す塗装を新しいデザインにしており、最新鋭のツポレフツ204から300型機、エアバス A330 から300型機、エアバス A320 から200型機、ツポレフツ -154M 型機、約マイナス40型機にも、 新塗装を施している。新塗装機の日本飛来は2005年5月3日から5月5日のウラジオストク広島船チャーター便において新塗装が施されているスマイナス 154M 型機が初飛来した。以来、新潟などにその姿を見せている。2008年9月22日、運航停止となったダリアビア航空に代わりハバロフスク新潟線に週2便で就航した。 2010年3月28日から東京、成田ウラジオストク線、ハバルフスク線へ定期チャーター便が就航している。2010年9月20日には静岡空港にもチャーター便として開い。なお、当社はアエロフロートへのグループ再編入に伴い、運航便はアエロフロートとのコードシェアとなった後に、現在のオーロラへ吸収された。また、東京都港区虎ノ門に所在した日本支社は、 2012年3月31日をもって閉鎖された。当社のエアバス A320 から200型機また、アシアナ航空とバンコク線のコードシェアを行っている。なお、これらの路線の運行機材はツポリフツ204から300型機、またはエアバス A320 から200型機を使用している。イルクーツク、ハバルフスク、ユジノサハリンスク、ヤクーツク、モスクワ、 サンクトペテルブルク、カムチャツカ、エカテリンブルク、アバカン、ソチ、ノリリスク、ケメロボ、アナディリ、マガダンなどに就航している。ツポレフツマイナス -154 型、木松山空港にて、かつての主力機材であった、ツポレフツマイナス -154M 型機は退役し、同じく退役した一部の約マイナス40型機と、共に、ウラジオストク空港内に保管中である。ありがとうございます。